の役の大事なシーンとかがあって、超ゼリフになるので、覚えていっても追いつかないんですよね、どんなにきつくても弱音は吐かない。メキシコ漬けにしたい、の思いから AKB のメンバーや友人たちに自分から連絡することはなかった。だが、心が決壊したこともあったという。休憩もなくどんどん進んじゃうから、いっぱいいっぱいになっちゃって。無理だな、 で、スタジオから走って逃げました。わら、現地スタッフに対する不満では決してない。当時の入山はできない自分に腹を立てていた。セリフに詰まってしまって、カメラは回っている前で、ダメだ、となってしまいました。その時に監督が出てきて、アンナはよくやってるよ。みんな拍手、と言ってくれたんですけど、その環境がもうつらくて。どうしようもないと思って走って逃げました。 その日はそのまま帰ってしまいました。その後、悔しさから猛練習。次の撮影では完璧に役を演じてみせた。わからなかった言語も独学で、覚えていった。入山は、生きるか死ぬかの選択でした。わら、と振り返っている。おとなしい、塩っぽい、そんな印象が今は全くない。自身も友人から、変わったね、と言われるほど。 入山を変えたメキシコはどんな場所なのか、好きになった理由を語ると熱くなった。環境を変えたのが私にとってすごく良かったんです。AKB48 にずっといたので、広い世界を見たことがなかった。それでも AKB 以外のお仕事もさせてもらっていたし、物事を客観的に見られるタイプだと思っていたんですけど、日本を出たことで、今まで全く知らなかった世界に触れて、 自分の中の価値観とか固定概念みたいなものが本当に覆されました。入山は14歳で AKB48 入り。中学生の世界とは180度違う芸能界に飛び込んだ。アイドル人気絶頂の時期に劇場ライブにテレビ出演など多忙な日々。当時を大人数グループのキャラ設定みたいなことを自分で勝手に意識していました。メンバーと関係値ができてくると、 自分の立ち位置は割と大人で一歩引いているなと。それにしても当時は本当に冷めていたと思います。笑と解雇した。思春期に形成されていた常識はメキシコで覆された。自分の人生は自分のものなんだって気がついたんですよね。14歳から AKB48 にいたので、大人のほうが常にいて、 大人の人に言われたことをやるのが芸能界だと思ってずっと生きてきました。メキシコに初めて行ったのが22歳。メキシコ人の生き方とかを見て違うんだなって、きっかけとなった出来事についてこう明かす。こっち、メキシコ、で本当にみんながやりたいことをやっています。職業とかも自分で行ったもんがちなんですよ、わら。例えば建築家なんだけど。 その傍らでアーティストをやっていますとか稼いでいるのは建築家の方で音楽を作ってそっちは全然売れてないけど職業を聞かれたらアーティストって答える日本人の感覚だとそういうのってない俳優の友達は歌が上手いわけじゃないんですけど歌うのが好きだから歌を出したりとか映画を撮りたいから裏方側に回って映画を撮ったりとかメキシコ人のそういう姿を見て そうやって生きていいんだって思ったのがすごく大きかったですね。本当は騒いだりわがままを言ったりする人間なんです。と照れくさそうに笑い、家族でいる時の私ってすごい明るいんですよ。と声を弾ませる。メキシコが自分らしさを取り戻したようだった。